はい、どうも、こんにちは、レイです。まあ、今回は、まあ、龍が如くのね、続き、第3章からね、やっていきたいと思います。で、ここで、主人公が変わります。一旦ね、さあ、あるもう一人の主人公から、今回はスタートになります。第3章、輝く監獄と、めっちゃ唾が飛んだ。大阪。まあ、蒼天堀だけど、道頓堀ね、ここ。大阪。まあ、想像つく人もいるよね。うわ、カニ道楽だ。さあ、こっちの方がね、変なシーンは多いかな。若干。キャバレーだ。キャバレー、グランド。さあ、こっちの主人公。まあ、気流編と一緒で、最初そんなバトルないんですよ。さあ、まあ、ムービーなんでね。さあ、ああ、ダメだよ、その飲み方は。良くない。美味しくない、そんな飲み方。すごっ。うわあ、食べれないよ。あのフルーツ。すごい。すごいな。こんな人に働きたくはない。クズだなー。すごいね。ああ。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもう、ここが何はナンバーワンの店ですさかい。なまってんな、この人。グランドへ寄らんやなんて、タコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや、先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ、行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。何それ？そうないのか。俺って何？大変って。もう先生、ヤクザ？何言うたら信じてくれはるんですか？ヤクザってことだね。でも蒼天堀って言ったら、あの近江連合のお膝元でしょ。あ、近江ね。あ、でもヤクザだ。ヤクザの巣窟みたいなもんだろ。ヤクザだ。まあ、ましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり絶対ヤクザだよ。偏見が。大丈夫ですって、ほんまに。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心。折り紙付きです。まあ確かにあいつが支配人だからね。あいつ。あれは確かにヤーさんやけど。この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ、細かい話は抜きにして、ささ、まずは座って一杯やりましょうね。え、ほら、さあ。でもね、完全にビビってますね、このおっちゃん。おしぼりだ。こんばんは。失礼します。失礼します。こんばんは。どうです？緊張してんじゃん、おっちゃんなのに。だな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。ムカつくな、あの後輩。ちょっと東京から来はったんですか？かっこええですね。俺は嫌だな、ああいうの。こっちにはよう来はるんですか？まあ、期待しすんな。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。た
頼むで。調子に乗ってるあのテレビ局のプロデューサー感半端ない。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます？どれ？おお、シャンパンで10万か。あ、やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。いや、こいつ金出さないからって。大丈夫か？10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。いや、お前は出さないからね。ありがとうございます。先生が出すんだよこれ。でも仮に日本でええんですか？え、せやねん、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます？大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。うん、よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな4本やね。こいつは偉いの？ねえわええわ、4本いっとれ。こいつ本当に偉いのか？男前、お願いします。ああ、あ、この人別か。いいな、もう一杯や。ああ、うわ、かわいそう、気持ち悪い。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名なんだ。ああ、もう調子乗ってる、もう肩回しちゃってももう。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わって、そこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。へえ、ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。まあ、あの人だからね。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。うちの組長だから。ちょっともう、ええ加減にして。あ、注意なし。ちょっと触るくらいいいやろ。お前もまんざらやないんやろ。ああ、なわけあるか。ほら、ここや、ここ。ああ、お客様、当店はお触り禁止です。どうか、その辺に。いるんだよ、こいやつ、絶対。お客は、大概に銭湯。ああ。うわ。大概にせんかったら、何やってんの、これ。ああ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ動かすね。クソ客、クソ客。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。いや、逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だから、なんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ。一気に酔い冷めてんじゃん、おっちゃん。来た、あの男が。来た、来たよ。来た。彼ってあの男か？ああ、ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。うん、ですが違います。え、せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。真島の兄さんだよ。お前の支配人やと？え、あれが例の真島五郎。この店はヤクザが仕切っとんのかい。ああ、お見苦しくて申し訳ございません。
こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら、うん、力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。バカにしてるね。そら、ええ心がけやないか。お前さんのその心構え、うん、気に入ったわ。いや、よくこんなことできるよ。クソ客に。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。うわ、私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。すごいな、こんな野郎。ええ、どけおや。うわ、おい、こんなやつ兄さんに勝てねえから。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。うん、もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、ああ、一丁景気のやれや。あの、バトルテーマ。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらバトルテーマじゃないですか。ただし、私からは一切手出しはいたしません。うん、何しろお客様は神様ですから。バカにしてますね。まだそんなこと抜かすかい。なめおって。さあ、ショータイムや。さあ、手は出さないルール、避けるんですね。酔っ払い。怖っ、怖っ。お客様は神様やろげ。はっ、そろそろよろしい。パッカンにしてるな、戦い方が。はっ、おしぼりはいかがですか。おしぼりいかがですか。ありえんだよ。バカにしてるぜ。なんなんやお前は。くそー。うわ、アイスピックやばい。この、あ、危ない。なめんなよ。危険ですので、うん、こちらはお預かりいたします。銃か。ありがとうございます、支配人。さて、この野郎、警察に突き出してやる。さばきろ、君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、うん、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。なんでだい。なんだそんな。こちらのお客様、うん、このまま警察へ突き出されれば
これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。それでいいやん。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。いや、失ってくれ。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい。夜の世界の流儀として、うん、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。すごいな。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億をくだらないはず。本部長クズ部長やん。クズ。いつの間に仕事しないんだろうな。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。いや、すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。警察行け。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。うん。皆様いかがでしょうか。謝れ。ありがとうございます。そもそも皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。すごいな。でもあれがここの支配人。ああ、はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。島野の狂犬だから本当の異名は島野の狂犬。うん、ロード長いな。キャバレーグランドの屋上。タバコ置いてあるんかい。もう来る気まんまだったやん。なんだこれ、ホームレスおっちゃん。ホームレス。うわ、見てる。見てる。何なんだろう、あのおっちゃんは。支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや。うん、落ち着いたか。はい、あらかた元の通りに。タダで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。あいつら怪我は。いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。
マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父揉まれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ、一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。やり手の店長や。よっしゃ。スタッフは最近どんなんばいや。うん、おおむね問題はないのですが。なんや。なんやね。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。めんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。わかったわかった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。うん、大変だな。話してくれるだけでまだいいよな。普通の人なんか、あの上司なんかそんなんねえから、クズみたいなやつなんか、もう自分さえ良ければそれでいいっていう人だから。どこにいんのその人、その子どこ。もうめっちゃイメージビデオ手に入る。こいつか。焦ってんなこの子。何あいつ。はい、お疲れ。うん、まあとりあえずね、褒めるよ。叱ったら印象悪いから。これ音声ないんだね。そういや、アホらしい。角真島が出たよ。桜子ってババアが先輩風吹かせてて、やばいな、深刻だ。うん、ああ説教されてることに気づいてない。ストレートはっきり言ってる。うん、まあさすあれが薄いんだ。まあいるから、職場には一人うざいやつっていうのが。まあいない時もまあ稀にあるけど。うん、まあ分かってくれたならね、それでいい。まあその人の性格なんて変えられないから、変えようと努力する方が無理で、無駄な努力だ。これ持っていていいのかな、これ上に戻んのかな、どうなんだろう。めっちゃイメージビデオ入荷するやん。あれ多分戻っていいな、これ多分戻っていいのか、最初にいたあの店員に話しかけるね、るね、こいつだ。
わあ、50万。ああ。いい人だな、真島の兄さん。もう、普通のとこでは休暇なんかくれねえよ。金もくんないし。ああ。第一級のヴィンテージワインはじめ、一点物ばかり頼むと。まあ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 、わかるよ。わかる。わかるよ、高いの頼むの。そいつを地に落としたくなるからね、本当に。おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。うわ、あれです。どうしました？なんでもあらへん。うわ、お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた？うん。おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。あ、まあな、一番うまいな。ちょっとお話があるのですが。焼肉も何でもうまい。ご足労願います。人の金で食べるやつ。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。うん。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。うん。はい。わかりました。超重要人物だから参りましょう。こいつ、あいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもん。事務所に通さないだろ普通。関係者だな、普通の。何しに来たんや、佐川。佐川。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。おしぼう。これも仕事だ。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちょっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。出た、このタバコつけるあれね。聞いたよ。うん。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎。蒼天堀の夜の帝王だ。夜の帝王っていうあだ名かっこいいよな。客との喧嘩を見せ物に仕立ててついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、うん、なかなか気が利いてるな。口もうまいしね。やっぱりお前、肩が向いてるって自分でそうは思わねえの？アホ抜かせ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか、うん、そうだよ。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人東朝会復帰をな望んでんだよ兄さんは。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。佐賀来たっていつだってタダで飲むやん。今日は随分喋るやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。うん。
でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。罰ね。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや。オーナー。オーナーだから。支配人より上、全然上。何度目だろうなそのセリフ。ああ、どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺には分からないよ。佐川組長だから。あんたに分かってもらう必要はない。なんだあれ、金か。今月の売り上げや。この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。うん、おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。うわ、この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ、あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。うわ、おのれ。殺そうと思えば簡単に殺せるんだよこのやつ。マジマの兄さんにかかりゃ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。ああ、できねえよ。そんなことしたらお前はあの暗い場所に客も。穴蔵だ。それは嫌だろうからな。ああ。穴蔵。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる、簡単に手放すわけがないだろう。ああ。どうだ？ないな。やっぱり仇の方がいいんじゃないか？上等や。始終関係なのよ、ここ。二人極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。反抗できないんだから。真島の立場だと。それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの？いや無理。マジマの兄さんは無理なんだよ、それは。情があるから。冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。うん、あるかもな。お前にそれが分かってるのか、ちょっと聞いてみたかっただけだから。引き続きよろしく頼むよ、支配人。うん、あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。いるの？それがどうした？そいつ、明日から別の店でやらせることにしたから。な。即戦力が欲しくてさ、ノリコここのナンバーワンなんだろ？おあつらい向きかと思ってよ。うわ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方がよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。クソだ、ナンバーワン引き抜かれたやん。もう戻す気ねえじゃん、極道に。あ、戻されたら困ることもあんだけどな。兄さんの力だと。失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。ああ、そうだったんですか。でもこれからどうすれば。値上げや。
値上げ。ったく落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら誰や。よそですか。よそで、よその子でしたらそうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか、じゃあ一丁行ってくるかな。ライバル店の視察。あの支配人どちらへ。決まっとるやろ、のぞみをうちに引き抜く。はあ、え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くってさすがにまずくないですか。ええ、そもそもそんなことはどうやって。夜の世界は弱肉強食、ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました、どうかお気をつけて。それはタブーな行為だろ、さすがにタブーだよ。よそのナンバーワン引き抜いてきちゃう。絶対暗黙の了解ある。遅い、歩くのが遅くない？いや、ロードも遅い。オーデッセイへ向かえ。なんかよ。なんでカツアゲいいんだよ。危ない。おぬし。あ？なんだ。誰やこのじっちゃん。あら、サブクエストやったな。はい。うん、米。なんだこいつ。何やて？いいよ、もういいよ、いいよ、いいよ、いいよ。バトルじゃん。いいよ。最初これだから時間かかんだよ。怪しいじいちゃん。え、違うな。貫突き攻撃を決めろ。ああ、オッケー。違うな。いや、違う。リタクション。おお、合ってるかな。合ってる。いや、多分ね、強化マックスだからね、コンボがめっちゃある。オーライ、ずーっとコンボ。いや、やっぱザコい。そうじゃ。オッケーオッケー。負けねえから、マジで。負けません。どこ？こっちから行った方が近いな。の、この上から、こう行くかな。で、こっちかな。で、こう行くね。どこだっけ、オデッセイ。ここか。ここ。オッケー。早く入れや。正体バレるとまずいな。いや、兄さんなんで。
隠しきれてない。何にも。お目目だけ。マジで隠しきれてないのよ。いらっしゃいませ。お一人様ですか？はい、お一人様です。ああ、すんません。ただいま満席でして、うん、少々待っていただいても構いませんでしょうか？待つって何？かまへん、待つ。ほんま、すみません。そしたら、こちらでお待ちください。あ、よろしければ、お飲み物もお持ちしますが。ああ、そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。ああ。席がいた。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。は、ストーリーでもでっかい席だな。さあ店内を観察します。そういえば女子大生ダメになったんだよね。そりゃそうだわ。あ、ちょっと違う、変なのいたな。なんだなんだこいつ何おい、なんだよこいつ。お前もうサムネ決定な。お前サムネ決定だよ。もう決定。うん。あとどこだろう。え、あとどこだろう。なくね。そこまだだった。全然だ。失礼します。はい、失礼します。タカコです。おお、こら、えらいべっぴんさんが来たな。うん、おおきに。飲み物何飲まはります？コーラで。とりあえずシャンパン頼む。コーラでお願いします。はい、こっちお願い。コーラないの？コーラ、午後の紅茶とかさ、ない。ないな。あるわけないな。アイスティーはありそう。なんか、オデッセイの話からだよ。今日はまたえらい混んどんな。うん。毎日、こない繁盛しとるんか？イエス。まあ、年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？うん、あいつも客なのか。あいつもけど、そない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？意地。最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に刀全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますね。クソやん。なんやそら、自分とこが儲かっとればそれでええやないか。うん、なんでグランドが関係あんの？うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちないよね。困ってんね。なるほどな。さて、ホステスの話や。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるな。全部で何人くらいおるんや？さあ、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど、
ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃうの。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。入れ替えが多いんだ。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。うわ、大企業でしょ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、まあ、中小でもあるけどね。その中でも人気ある子っちゅんはだから育たないんだよな。下が。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。すごい、来た。いい流れや。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？ああ。のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？真面目。そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために、うん、新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。ちゃんとしてるね、教育は。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。ああ、名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。当然だ。ああ、せやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。まあまあまあ弱点はあるから。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。まあまあまあ完璧はいねえだろ。誰だこいつ。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人山形。誰や。いや怖い顔、ヤクザ。ようこそオデッセイ、楽しまれてますか。これはこれは山形さん。あ、支配人かい。オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。恐縮やな。すまんの、ちょっと外してもらえるか。支配人バーサス支配人だ。さすがはうちとため張る店の支配人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、うん、それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わなことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや、山形。私を？俺が見たところこの店確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる、うん、今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。狭くね、100人なのに。この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。ああ、若い男に受ける子が絶対的に不足してる。まだ、まあ、あの時代のな。実は今好きじゃないから深刻な女不足や。パンパンじゃん。一人でも多くの新人が。ガンダムみたいな。ガンダムやん、ガンダム。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。うん。せやけど
中に入ったら空席が目についた。俺は客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっていうことよ。在籍はしてるけど出勤はしてないと。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。ああ普通はマンツーマンが基本、場合によってはクレーマー来てもおかしない、ね、1対1よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやね。すごいな。オデッセイのナンバーワンは望みやけど、その望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃った、うん、ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時間とちゃうか。野球なんよ例えが。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1,2,3,5,6,7,8,9 番打者全部やると。おお。それだけやない、今うちで教育しとる新人、うん、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。ヌートバーね。何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵っ子をこっちによこすと。あげよう。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。すごいじゃん。ええんですか、敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけだ。そうや、交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。ええよ好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。余計なこと喋んないな最後は。本当ですか？ああ。なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。蒼天堀の方行ってみるか。こっちだな。なんだ、飯食ってから行くっつったから、なんかどっかで食うのかな兄さんは。こっちだな。あ、なんか誰だあれは。あれはやべえ、腰抜けねえって。ま、勝てるよ、勝てるけどさ、それ今と今ちゃうよね。今やないと思う、戦うのは。さあ、え、よし、こっちだよね、待ってるよね。クラブヴィーナス、いやこれはもう後でです。どこ、ゲームセンター入んの？嘘でしょ。向こうで喧嘩しとる。何がや。ん、おいおいおい、
でっけえ刀持っとるやん。あ、これはストーリーに関係ないから壊す。なんだこいつ。うわ、ボクマスター強い。うわ、おう、やられたで。バットだ、バットスラッガーだ、スラッガースタイル。こいつ強いね。不合格だ。強いね、この天守かな。うわ、この長靴は。お主、こいつだよ。おま、さよう。何やて？デイフ、そんな顔してないぞ。怖いおっちゃんだよ、ただの。いや、マジただの怖いおっちゃん。なんだ、武器を使ってのバトル戦闘。まあここはな、最初は戦い方がのあれがいっぱいあるんだよ。ガード来いよ、早く早く早く来いよ。せいや、直前に勝ってガードできないんだ。はあ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 。合格です、一発。なんだここ、中華料理屋じゃん。はい、はい、これ武器屋ね、武器屋。はい、まあまあ使わない、まあ使わないよ。こうだってチンピラスタイル一番強いから。まだ、うん、あ、黙っとけと、武器屋やってるってことは。いや、それにしてもあのチャーシュー麺うまそうだな。それにしてもこっちか、あ、めんどくさい、やんない、ごめんない、ごめんね、お前に関わってる時間はないわ。だからさ、あー、こっちね。うお、危ない、危ねえ。逃げた、わ、逃げるよ。俺は言っちゃ悪いが逃げるよ。おう、待てや、マジマ。チンピラ。ああ、ああ。誰や、お前ら。オデッセイのもんやって言うたら、心当たりあるやろ。なんで？オデッセイ？望みの引き抜きなら、山形と話はついとるで。ああ、支配人が納得しても俺らが納得するか。はバカだろ。俺
みによってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。意味わかんない、意味わかんない。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。ああ。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。あ？そうだよ、金欲しいんだ今、真島は。客には通用しても、俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。ああ？お客様は神様。お客様ではないと、こいつらは。うちの店に来た客になら土下座でもするし、靴でも舐めてるわ。せやけど、客がないなら話は別。まして、喧嘩売りに来たチンピラなんぞに、俺が優しいと思うな。ないないない。大層な口聞けんのも今のうちや。かまん、やってまえ。バカだこいつら、かわいそう、勝てないのに。ほわあ、間違えた。ふざけんなよ。なんでダメージ食らっちゃったんだよ。ああ。強いわね、そうよそうよ。お前ら強化しまくってんだよ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。うん。お客様は神様やからな。どうだよ。客以外は優しくしないから、基本的に。さあ、帰宅。くら。もうあや、事故物件みたいな感じやん、雰囲気。タバコしか置いてねえもん。しかも、片さない。そのまんま。うわ、立て付け悪い。めっちゃ立て付け悪い。うわ、目の前に揚げそばのでっかい看板。え、違う、なんか見てる。え、なんか見てる。上も見てる。あとか下からを見てる。怖っ。ずっと監視されてんじゃん。あの人を見てる。うわー、怖い。この町は牢獄や。牢獄だね。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。うん、いつか来る。兄弟。はい。なんか早いね。早かった。なんか予想よりちょっと早かった。まあ一応ね、第3章は短くても長くてもね、クリアなんでね。今回はこれで終わりです。まあ次回は野球をやった後に第4章、また、マジバがね、続くことになります。ではね、次回は野球でお会いしましょう。